言葉で表されるときは、2015年4月29日テレレッテッテッテみたいな、あれですよね、畳ですね。そう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 、天気は曇り、ずっとレレッテ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 のとこに入ってくる。今日はモーニング娘。のすごい好きでコンサートに行っていきたいと思います。寂しさっていうか切なさは題名忘れました。このストリングス部分で出席番号8番日直のモーニング娘。15工藤遥香と、出席番号3番モーニング娘。15鞘師里保でした。そして今週のゲストは牧野まりあちゃんと羽賀あかねちゃんでした。ありがとうございました。また来週もモーニング女学院に遊びに来てね。おやすみみんな。おやすみみんな。あまりにも暑いので革ジャンを脱いで、いつもの黒いトレーナーですね。これは15周年のハロコンの時のです。ここから23号線につながってるんですね。向こう行って高速に乗っちゃってもいいっちゃいいんですけど、まあ間に合うでしょうと言ってももう11時45分になっちゃいました。こっちのプレイリストだったかな。でもこれさっき聞いたしな、飛ばしちゃおう。あ、こっちですね多分。今日のあのセットリストをもとにガーッと作ってきたんですけど、多分2番目にこの曲が来るってことはそうなんじゃないかな。ははですね、はは。あともうちょっと頑張ります。先輩上と下道で疲れた。飯食いかかと思った。一緒に行こう。お腹ペコペコ。ソールドアウト。何が？嘘。ソールドアウト。おいちゃ帰るかな。それから、何？どやしのやつもソールドアウト。行きませんけど。
最低なんて言ってましたよね。本日のおさらいといたしましては、こぶしファクトリーの何だっけ、かっちょいい歌、かっちょいいだったかな、プロジェクトのおべきマスが歌ってた、いろんなグループが歌った曲ですね。あれ楽しかったですよ。久しぶりになんか聴いて、でもメリーズ工房のイメージが強いんで、みやびちゃんがあ、みやびちゃんじゃないんだって感じでした。残念ながら今回分かる客が半分くらい、半分もないかな、実際に楽しめた客は半分もなかったかなって感じでした。もうちょっと予行練習なりいろいろ勉強しとくべきでしたね。勉強しとくべきでしたね。楽しんでいたよう
うには思いますけど、隣で大声出してたんで歌が聞こえんとかって思ってたかもしれないですね。そんなに大声でもないかな。もうあのステージの音響の音が大きくて声なんてかき消しちゃうかな。まあコンサートのセットリストは一通り終わったみたいですね。また最初に戻ってます。今頃おーって言ってあれかな、もう始まってるかな、始まったかな。6時30分開演ですね。楽しんでくださいよみんな。それでは次回まで、次回アイプラザ豊橋、まあ、距離が距離なんで大したこと話せないとは思いますけど、話し始めで落ち着いちゃうと思いますけど、まあ、楽しみに待っててください。まあ楽しみに待ってる人がいればいいですけどね。